皆様、この度500円玉貯金が満杯になりました。マキシマ、ちょっともう入らないので開けてみようと思います。一緒に数えましょうね。重さ何グラムだろうね。開けますよ。いいですか。ちょっと硬いんですね。あ、おー、こんぐらい入ってます。めちゃくちゃ入ってます。500円玉以外のはちょっと抜けますね。なんかよくコインが入ってますね。これだけ。姫路城コイン、じゃだー、ほー、1枚が入ってた。これくれるのかな。でん、これはちょっと置いといて。少ない？これどれぐらいかな。2人で1年間ぐらい貯めた。さあ数えていこうと思います。よし、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。これで5000円ですね。あ、ナイスね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。1万円です。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。3万円ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい、1,2,3,4万円。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,5万円です。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。
酒6万円あれ100円玉がなくなるこれは置いておいて1万円。新しいの別にしてんの？新しいのは最後に数えよう。10万です。さあまだまだありますよ。100円が入れた分に100円。ちょっと疲れてきたのでこっちで
10万15万。いくら？15万円だよ。はい。やつで14枚ですよ、はい、14枚で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、17万円ありました。で、水が入ってる1万円、18万円と400円です。イエーイ。この記念コインはとりあえずいいからね。素晴らしい1年間で夫婦2人頑張って貯めました。本物ですよ。ゲームのコインじゃありませんよ。コツコツと貯めて18万400円。使い道については後でお知らせします。みんなも1年間で頑張れば貯まるので頑張ってください。